デンタルケア。デンタルケアはもう前後にこのおいでとご褒美を褒める、それでご褒美を褒める、まあ絶対やるとしてね、ここのことね。まず歯ブラシからあの歯磨きペーストね、舐めさせるだけ、CT と言いますね、舐めさせるだけね。だからおいでしてきてご褒美やって褒めて、こういうのにちょっとつけといて舐めさせたり、で舐めたらまたご褒美あげて褒める。あの粒、あのそうそう粒、あでこれを3日から1週間ぐらいやって、そしたら今度この次が問題なんですよ。ここを書かないですけど、マズルコントロールして、それで舐めさせる。マズルコントロールというのはこれちょっと次でどうでしょう、この辺のことを、鼻先のことをまつるって言うんですよ。これをそーっと持つ。先生、難易度高いわ、それは。これができると何にもできないの。だから、まあ、いきなりこう持つのが怖いんだったら、よしよしってしながら舐めさせたい。で、ちょっと下がって舐めさせたい。噛まれんようにね。噛まれちゃダメだからね。舐めさせる。マズルコントロールして舐めさせる。まあ3日から1週間で、それができて初めてね、歯ブラシが始まるわけ。やだ先生、難易度高いわそれはごめんなさい。でもさ、難易度高いけど、だからまずはここですよ。でついで、これはちょっとおまけでやり方方法だけ言って、前歯を1秒から2秒、それから奥歯のことを臼歯と言いますね。臼歯もさ、前臼歯と後臼歯ってあるんですよ。で前臼歯はちょろっと刺激がついてるけど、後臼歯はもう歯周病になって赤くなって、そこから血が出てきちゃうわけなんですけど、1秒か2秒ぐらいです。前は横横で奥奥、そうすると多分これで8秒ぐらいできるようになってますよ。それをだんだん倍にして、なんとか30秒以上できるように。で、まず外側の歯の表面ね。でここで終わらないです。で次に歯の表面ができたら歯周ポケット。歯周ポケットってどこが分かります？後ろ奥？違います。歯のね、歯がこう歯だとしますね。そこ歯茎がこうありますよね。あ、間、ここの隙間、ここの隙間を歯周ポケットと言うんです。でお口が臭い子はこの歯周ポケットのところに悪玉菌がいっぱいいるの、悪い細菌が、悪玉菌がね。でこの悪玉菌の性格が空気嫌いなんですよ。そういう細菌のことを嫌気性菌と言います。嫌気性菌、空気嫌いな細菌ね。でそこで登場するのがですね、最初はこういう平べったいちっちゃいのでやって、30秒以上できるようになったら人間用の歯ブラシ、こういう二重な手じゃないですか、これを使ってほしい。そうすると歯の表面まずやりますよね。でそれができたらこの歯と歯茎の境目をこう45度でこうやってやると、歯ブラシの長いところがさ、この中に入ってくれると空気が送り込めるわけ。そうするとこの悪玉菌がいるわけ。でこうやって歯周ポケット、でそれができたら今度内側の表面歯周ポケット、もうここまでやろうと思ったら30秒じゃ終わらない。2分ぐらいできるようになるから。だけどいきなり2分なんて絶対無理だからさ、まだこっちを選んでいいからこっちを、で、まあ、こっちでもこの1番だけね、舐めさせるだけ、マズルコントロールは多分まだできないと思うから、ちゃんとしつけができるようになったらマズルコントロールをしてください。からあと最後ね、もう一個ね、叱り方。叱り方って結構大事で、叱るときはなんかどんな言葉で叱ってます？決めた？ダメ。ダメ。いいですね。で、ダメって叱るでしょ？うん、一言で、何回も言っちゃダメ。一言で大きい声で、それで低い声で叱ってください。で、もし叱ったらその後3秒から10秒ぐらい無視してほしい。この子が寄ってきても知らんぷり。それもその場にいる人全員ね、誰かがダメって叱ってその横でよしよししたら全然意味がないから、家族全員で無視する。で無視したらその後にさっきのしつけの2番、おいでつってご褒美あげて、おいでつってまあご褒美、で褒めるんだけど、褒めるんじゃなくて言い聞かせて、要はもうダメって言って怒ったら、無視する前に、ソファーの下に入っていっちゃうんだから。あ、そうなんだ、まあともかくいいですよ。それで
それで3秒10秒無視しといて、それでご褒美見せながらおいでしてご褒美あげて、あんたこれしたらダメだよって、ウイスキーしたらダメだよって言って教えてあげる。でこれをね3回か5回やった方がいい。だから1回ダメって叱ったら、おいでご褒美言い聞かせるを3回から5回優しくね、これは優しくね。でダメはちょっと一言で大きな声で低い声でね、まあ多分叱られてるイントネーションで多分分かってるから、そういうか下に隠れちゃうんだと思うんですけど、これが叱り方です。すいません、ね、多分こんな話はね前にしてると思うんだけど申し訳ないけど、でもこの子さやれんとさ、絶対近い将来お口もっと臭くなってさ、とかあとお耳ね悪くなったりとか、ここももっとこれから暑くなってくればもっと悪くないじゃないですか。あと肛門腺が心配なんだよね。 あんな溜まっとった、この子ってお尻床にこすったりしないの？たまにします、うん、でそれが症状なの。そう、お尻を床にこする、お尻を床にこする、これがですね肛門脳炎の症状で、肛門脳炎のうちはまあ溜まってれば出せばいい、だけど肛門の破裂、これがね破裂しちゃうんですよ。そうしたらさオペしなきゃダメになっちゃう、それは避けたいなるよ、うん、だから家で絞る、尻尾持ち上げてギュッてやる、でも多分怒っちゃうからやれないから先にこっちやらなきゃダメなんだけど、ここに来た時は私は必ず出してるんですよね。皮膚のケアとかデンタルケアとか耳のケアもやってるんだけど、そうすると全部引っかかってくるんですよ。この耳も匂うし、お口も匂うし、肛門腺はもうとんでもない量で、これやっぱり1月の時もそうです、とんでもない量が出ました、肛門腺やるとね。だから1月の時も出血しました、デンタルケア優しくやってても。だから多分だん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 これが悪くなっていってるかなと。今何歳だっけ？4月、あ、もうじき誕生日だ、おめでとうございます。もうじき4歳ですよね。4歳、うん、だから4歳でしょ、でも7歳過ぎるとシニアだからさ、まあ大変なのはもう一回こういう風になっちゃった方さ、コントロールするのってめちゃくちゃ大変。生後3ヶ月の子をやるのは結構簡単だけど、生後3ヶ月の子が例えば5回で覚えてくるんだったら、この4歳4歳の子はかける10、50回ぐらい言わんとできないと思います。だけどまあだから話は戻って、このしつけの基本をやってください、はい。ね、で一応まあ目薬と耳に入れる薬だけ出しておきますから、はい、無理せん程度に、あ、噛まれちゃダメだから、うん、はい、やっとってください、はい、ちょっと殴り書きだけどもやっとってください、はい、ありがとうございます。であとあのワクチンもう一個あるんですよ、実を言うと、で、うん、のもう1年過ぎてるから1週間以上経ったら実践版の混合ワクチン打った方がいいんだけど、はいはい、それよりも先に検査した方がいい、あ、はい、だから先に検査の後のワクチンだし、それから検査の後のもし検査していけそうだったら咳取りしましょうねと私が提案しますんで、はい、そこで考えてください。あ、はい、それは麻酔かけなきゃできないことです。あ、はい、で普通お口が臭くない子はそんな麻酔かけて咳取るんでしなくていいんです。はい、ありがとうございます。ごめんなさいね、長く話して。はい、じゃあ証明書は保健所に出しておいてくださいね。あ、はい、はい、すいません。じゃあ明日、来ればいいですか、うん、前日前日前日じゃお願いします。今日こちら社の方も行ってお水飲んでた、はい、今本当お水はねちょっと普通の頃よく飲んでます。薬のせいもあるんですけど、ね、今飲んでる薬がちょっと喉が渇くから飲みますね。すいません、はい、お願いします。はい、じゃあこれすいません、はい、はい、じゃあ最新処置のご飯と塩岩とシリコン1日1回、3回以上表書いたかな、今日検討よし、高島君、一番消毒して、はい、体重いくつ？ 2.50 です。この子のカルテは、あ、そうか、止まり込みがいいんだ、止まり込みだ、流動式もできる？ニュータン、あれ、次って福丸ちゃん？